請求期間内でようこそ。はい。今回は2月の18日、早稲田大学人間科学部の日本史の問題を見ていきましょうね。えー、あくまで今回出します、えー、回答を解説は私的な見解であり、所属性する団体その中とは一切関係がありません。なお、後に19予備校さんが他の回答を出された場合は、後から出された方がより正確な回答に近いと思われますので、改めてそちらもご参照ください。では、早速いきます。今回もですね、まず大予言動画を出しているので、検証していきたいと思います。まず最初がですね、見ていきますと、 ずっと来て、これ、何和。何和というですね、まあ、ずっとこれ、はい、都市を見てくるんですよ。大阪の一つの、はい、何和。ずーっと来てですね、まあ、ここの、はい、何和です。何和の話がずっとってきます。何和。何和つ、何和。まあ、だから、ある意味、都市とかね、港とか、そんな感じでしょうね。はい。で、次の問題がですね、まあ、これは、どっちかというとですね、はい、土地関係ですかね。 えー、訴訟、まあ、えー、土地と法制関係でしょうかね、土地、法制です。はいで、えー、次はこれはあれですね、えー、いわゆるう政治史でしょうかね、江戸時代の初期政治史。はいそして次、はいこれもまさに法制史ですね、憲法、憲法、憲法ときてますね、憲法、天皇旗艦説。 えー、そして憲法ですね、憲法。法制史。そして、5番目は、はい。これ何かっていうと、疫病基金。そして、えー、まあ色々、いろいろ干ばつ、災害、えー。基金。だから、まあ、災害とか疫病関係ですよね。ということでもう一回いきますと、はい。大門1が、えー、何にの都市。<laughs> 都市とか港。大門2が、 えーまあ、これ、土地と訴訟、大門3、これが江戸の政治、大門4が法政史、大門5が、えー、疫病や飢饉 <coughs>、災害。では早速見ていきましょう、ドンはい、まずですね、いきなり都市関係来てますよ、やっぱし都市ですよ、何話ですよね。そして、ドン法政史ですね、法政史憲法。そしてドン はい。災害学来てますよ、ね。ほら。3つですよ。3つ。少なくともね、ね。5分の3は手中ということになります。やっぱすごいですね。もう本当すごいです。勢いに乗ってますよ。この大予言シリーズを見てな、ね、いあなた、不幸ですね。本当ね、不幸ですよ。えー、これをね、ちゃんと見てた人はバッチシです。では、早速入っていきましょう。では、大問1からです。 えー、早速ですね、問いの1位、はい、古代の人々の生活について、正しいものを選べという問題です。A、えー、です、えー。古墳時代、はい、かまどに代わって、ロが縦穴住居。これはかまどとロが逆だからバスです。はいいです。<laughs> 日常成果ですね。はい畿内機内の人々は、徴用の負担が軽減された。はい これ丸ですね、答えは「い」です。はい、続いてですね、「はい。う、えー」ウです、えー。庶民や下級漢字は平城京の中に住むことができなかった。はい、これ、×です。<laughs> えー「え、緊急問答家は国士が庶民の家までやってくる様子を <laughs> 読み込むんでいると。×です。 これ国志じゃなくて佐藤佐なんですね。はい、<coughs> おっ、万葉集は、はい、庶民の歌を排除。これがバスですね。東歌とかね、ありますよね。はい。えー、先堀の歌もそうですね。はいでは問いの2です。問いの2ですが、はい。えー、河川部 B 関係。河川部 B は、はい。仁徳天皇です。では、早速、A からいきます。 えー、大千両古墳はもず古墳群最大丸即答です。E、はい、大千両古墳世界文化遺産への登録を見送られたバスですね。誰が見ても世界文化遺産ですよ。U 大千両古墳と同時代 <coughs> 上付野の造山古墳造山古墳ってこれですね岡山県ですね。吉、え、備、ー、の国です。上付野はこれ栃木県とかですかね関東ですからだから。 えー、この噛みつけのがバツです。はい、当初はキビの国ですね。これが後にはいビゼンビッチュビンゴに分かれます。仁徳中四後は四後すでにすぐに送られた、えー。奈良時代まで天皇はねはい大和の御船という人がね送ってます。だからバツ。仁徳天皇は武に当たると思われるもちろんバツ。はい布は有楽天皇ですね。はい布は有楽天皇です。 <laughs> はいでは次ですえー、3番目っていうか今まで基本的には文学部しか原子出さなかったのに久々ですねまあほんのちょっとだけですけど人家原子出してきてますね笑っちゃいますまずあ弓矢日本鹿しかイノシチュー小動物これ、えー、文学部で逆のもの出てましたよねもちろんこれ丸 貝塚から骨格器丸、丸木舟、これ航海技術丸、ブナや奈良の針葉樹林、この段階でこれが×ですね。はい、このブナや奈良、ブナや奈良はですね、これ、落葉紅葉樹林のことですね。針葉樹林は、例えば <laughs>、えー、松の木とかですね、蝦夷松とかね、トドマ松とか。はい、ということで答えはエでしょう。まあ、「お」はもう読めわかるが、丸です。 じゃあ、次いきます。問四です。普通の並べ替え問題ですね。まず、国共セントが七四ゼロ、大仏が七四三、四兄弟死亡が七三七、広継も七四ゼロ。同じ年、これは、はい、広継のランド結果はセントだから。四のあと一です。よって答えはおとなります。はい、問の五です。はい、下線文いい、一応見てきますか。 部位は大の会心です誤っているものはいまずはいえー、一種の変を得て新政権丸中富の鎌あり内壱見丸明と高嶺の,の黒丸国博士丸 <coughs> えー、ひょうねえー、氷竜寺これが改審の巫との移動資料では軍丸よって答えが「お」でしょうはい全国で反伝習字がすぐ行われたわけではないから×はい えー、基本的にはですね最初の斑伝台帳は「光陰粘着」と言われますよねはいでは次ですはい空欄1に該当する5はい空欄の何にの宮はい何にの宮の時の天皇ですからはい光徳天皇の E ですそして F はい長岡京に該当するものです まず、はい、高徳天皇の子である桓武天皇。まず、高徳天皇が×、はい。後仁天皇です。藤原桃川が象、長岡偶氏×、はい。もちろん、種継ぐ、えー。そして、信楽宮の東方違いますね、これは西です。はそ、い、そもそも 近江の国だから琵琶湖それに対して、えー、長岡京は京都だから左側ですよねだから西に決まってますよねそして沢原新納を流されたのは沖ではなくて淡路ですよって答えは「お」です「お」はねストレートねこれ選べませんこれは消去法で出すのがベターでしょうねはい消去法で出すのがベターだと思いますはいでは次です えー、問いの8です。何にが古代国家に従事された理由、はい。誤っているものを選びます。まず、あ、海と重要な河川との交通上の結節点。まあ、内容的に丸でしょうね。E、瀬戸内海に面している。東信羅の侵攻に備えられる。東信羅がそこまで侵攻するわけがないですよね。えー、そもそも、何にが最初に置かれた時なんか645ですから関係ないですね。 とといいううこでで答えはししかないでしょう一応、うですが、港、は、湾、いえー、設備が整備したかった、これは何にという港、大和政権の中心政府の基盤の機内、丸、そして都の下校として機能も丸でしょう。さあでは続いて、大問2に移ります。えー、大問2ですが、まず、えー、裁判の話です。はいで えここではい素性とそれからはい陳情ときてるのではい要するに三文三等の話でしょうねはい引き付けの話ですよって問いの位置は3の尾が入りますはいでは次です空欄にですがその後にこうきてますねはいえー、 将軍家の空欄空欄とは西部の代官、はい、将軍の代理だから執権でしょうこの段階であいいかが消えます次に、はい、3番空欄とは、はい、京都の警護と西国の成敗京都の警護が入っているから六波団体答えは「う」しかないですねでは河川部 A 関係です では次のページいきます。はい、鎌倉時代、北条氏旗官、安藤氏が江戸川島のアイヌ文化圏と交易をするしたその時の拠点。もう品質、答えは即答で土佐港です。では次、4番です。はい、シンポジ島とは空欄などの没収の,の土地。もちろんこれ、上級の欄、はい4番は即答で上級の意ということになります。はいでは続いてですね。 はい、下線部の、はい、B、鎌倉幕府の法です。では問いの5からいきます。まず、御成敗式目は、はい、51か条です,条です、はい。だから×。そして道理、はい、道理はですね、これは武家の習慣だから×、武家社会の慣習です。 御成敗式目以外バックは定めたもの後から出したものを式目追加答えはうでしょうえー、えですが律令をそのまま落とした律令に女性が養子になることは書いてませんそしてオですがこれ兼務式目は御成敗式目を否定したものではない御成敗式目も室町時代の基本法として使ってますからバツですバツですはいでは次です問いの6 下線,部 C はい、下線部 C は表情集、はい、では表情集を設置したのは誰か答えは北条泰時ですで泰時いないから答えはかということになりますそして空欄5番目はいでは5番目ですね5番目の前から行きますとこう来てますはい 幕府の直虚の内容を地域社会にし、需要させる取り組み。このクーランド制度が室町幕府の権限として制度が。じゃあ何か係争金利のご機嫌は守護の使者が現地へ派遣され、係争地の商社へ引き渡しを行う。つまり裁判の決定に従わせる。これを施設巡業と言います。だから答えがあれです。じゃあ最後に河川部で、河、は、川、い、部で関係です。自動貯蔵延領死の訴訟の話。 で、和与があったと。和与中文の話ですね。では、でからいきます。まず、誤っているものです。で、荘、えー、園漁師。荘、はい、園漁師と地頭の下中文。三与も含めた全て折半。はい、丸荘園漁師が地頭、年貢の一部を地頭に払い。地頭から荘園支配を一切を委ねられること。はい。 これを自頭受け。はい。おかしいですよね。これはツです。答えはいいでしょう。なぜこれは、はい。小、えー、園業種から自頭が支配権を、まあ、支配というか、えー、管理ですね。委ねられるんですね。 だからまあ逆ですね。だからよって答えはいいです。一応他の選択肢見ますと、当て側庄民が、はい、荘園漁師に訴えた、丸。えー、統合の将ですね。下中文の和よ、はい、丸。えー、自頭が現状を知って支配権を手に入れる、丸。特に問題なし。はい、結構簡単ですね。比較的パッパッといきます。では、大問の3です。大問の3です。 まず、空欄の、あごめんなさい、河川部からいこうか、はい河川部のはい1番、えー、キリスト教徒を中心とするアイヌの放棄未遂の終わった幕府の転覆事件です。では、明日でした、問いの1からいきます。えー、まず問いの1ですが、はいえー、ああ、シラインキリシタン教科、宗門改めが行われるようになると。 はい丸天草島のキリシタン天草四郎記者の資料、丸釈迦院蝦夷地の愛の9号丸由小説の欄ですが4代家蔵の死去を契機罰3代家光ですね家光が死んで起こしたものですよって答えは絵です尾野哲儀正左衛門老中を襲撃丸ですがちょっと難しいね もう絵で解け問いろには即答で1番が武家諸法と源納礼1615年、えー、2番が武家諸法と歓迎礼35年3番が武家諸法と天納礼83年だから123の「あ」ということになりますねはいでは問い3いきますまず「あ」ですが1万石未満を旗本御家人と呼び 直参として将軍にお目通りがあったと。少なくとも御家人はカット。御家人は許されていません。い、普代大,大名から選ベルる老中、幕爵を統括。執下の三奉行がこの段階で罰。えー、寺社奉行は不代大,大名ですから、ね、寺社以外です。三奉行全てではないです。はい、そして、うです。老中を補佐する、はい、若年より。不代大,大名から任命。 鳩御家人を観察する大目付、はい、×単なる目付です、これ、目付え。え、その役所で単独決裁できない場合は、老中三婦業、大目付が合意する、はいえ、表情書で決裁、答えは A でしょう。を、朝廷統制や西国大名監視を担う共通書士代が二条城に置かれ、書次代は二条城代を兼ねた。 2、はい、乗城代と初子代は別物だから×。以上で終わりです。はい。では続いて、問いの4です。問いの4です。え河、ー、川部で、河、は、川、い、部でが関ヶ原,原の戦い。では早速、あからいきます。 秀吉の死後、駿府で聖母を取り、地位を高めた家康と、これね、意外にちゃんと見てないと気づかないと思う。答えは伏見です、えー。でも、家康がこの頃伏見で聖母をしたっていうのはね、教科書レベルではきついなと思う。いい。奉、え、公、ー、寺の話、これは、はい、関係ないです。これは大阪の陣です。大阪の駅、大阪の陣です。 う、石田三成方についた西軍、家康の元の将軍に敗北した。答えは「う」じゃないんですか、えー、約400万国に及んだ、えー、豊臣家、ツ、はい、豊臣はですね、はい、220万国です。お、戦いのうち、家康は征夷退職になった直後に死去、はい、直後に死去はツですね。はい、1616 16年に死んでます。だからツ以上で終わり。 ははいで河川部の E、えー、トいテミ政権の大老の話です。五、えー、大老は、はい、こう覚えます。とまれ、もう、子と覚えます。浮田、徳川、前田、毛利、上杉、小早川、 いいな毛利ですね。浮た徳川前田毛利上杉小早川。ということで答えはですね、はい、えー、これ、全員います。答えはかです。さて、では次です。問いの1、2、空欄1、2。豊臣政権の大路、空欄1は、はい、中国地方の、はい、 えー、お長門壮に元宝この段階で毛利って分かりますね毛利輝元ですよって「あ」と「い」が消え「お」と「か」が消えますそして空欄2の前後広島城に入封お城の収縮を理由に海域福島正則ですよって答えは「はいう」ということになります はい、問,い 7, 問い7ですが河川、はい、部の F、地行地である五両のほか交通の要衝や重要都市は幕クの直轄では問7から入ります直轄地は天領と呼ばれ関東を中心に広く散在鳩とから選任された勘定吟味役が、えー、管轄関係ないですねこれ 大官や軍大です。大官や軍大です。い、天領の民生を実際に担うのは大官で、特に皇帝を軍大と呼んだ。答えは、いいでしょう。う、江戸には南北の町奉行が置け、江戸府内を、はい、江戸を南北に分割、違いますね。これは月交代、はい、月番制です。月です今月は南、来月が北みたいなものです。えー バックが直轄するようになった駿府城には城代が置かれ、普代大,大名が任命された。これ、普代大,大名が×、旗本です。旗本ですお、えー。離れた重要都市、長崎、京都、大阪、博多、伏見には音国奉行。これ、博多がいりません。博多は黒田さんの、えー、所いわゆる持っているところですね。 はい、では終わります問いの8、河川部、G、えー、武漢から文治への転換。では早速問いの8です、えー。戦国の威風が残る中、幕府は活躍の場を失った。はい、浪人、はい。浪人など、はい、反社会的な歌舞伎物を弾圧。 う、松御用書の金を50歳未満の場合は緩和した、丸はい、主人の死に際する遵守を禁止、丸おですが、前半は問題ないです。後半の大名の妻子の帰国を認めたが罰あくまで承認人,人質というのは大名の妻子のことではないです。それ以外に、いわゆる豊臣政権などその頃からの威風によって、大名や子供をね、 えー、に,に加えですね大名の例えば有力な家臣とか兄弟とか人質に取る風習があったんですねそれをまあやめていくという話ですはいだから大名の祭祀ではないんですよって答えははいおということになります誤ってるもんですからはいでは次でかい4番ですまずですね河川部 A 明治6年の政変です はいまずえあちこの頃地層改正を始めするルス守政府内政改革をしたもちろん丸西郷を派遣して開国をらろうとした丸大久保の主導、はい、内務省丸岩倉とお赤坂食い違いの辺丸ちょっとむずいこれはでも「お」がおかしいねはい前原一世は萩野乱だから罰×萩野乱です、えー、秋月の乱は宮崎茶之助答えは「お」です では次、空欄1番。えー、この政変で辞めて参議はなんとかを作り、民選議員設立憲法書。まあ、愛国高等でしょう。はいでは次です、えー。問いの3ですね。単なるなるべくい問題です。えー、前次立憲政体重視の見事のりが75。三新法が78。立社憲法が77。だから、1、3、2ということになります。答えが、いです。 上木森が作ったのは即答で東洋大日本国国権案です。あは千葉佐草風呂ですね。いが福地源一郎ですね。う、はいえー、がこれ、えー、あれですね。えー、元老院かな。はい、ああ、ごめんなさい。これは、うは好循者だ。うは好循者、はい。では次、問いの3です。天皇主権説を唱えて身延、えー、辰吉と論争した人物。答えは上杉新吉氏。そして空欄に当てはまる人物。 はい、空欄2まあとりあえずまず空欄1が避けた愛国高等でしたね、はい、空欄2空欄2は1916年その後えー、来てるのがこれが原だから原の前だから寺内だか2は寺内を選んでいくことになります寺内いないは寺内だから答えは問いもかということになります ははい、では次です、問いならです。犬飼い強毅、立憲改進党組織、組織は大熊ですね。えー、対象だから、あえて言うなら、えー、立憲国民党でしょう、立憲国民党。はい、桂は立憲同志会を作っています、だからバツ。で、うは、はい、これ、立憲声優会ですね、声優会。 A は立憲民政党が、はいえー、立憲政友会。答えは「お」でしょうね、はい。では次です。問いの8、はい、問いの八河川部 F。河川部 F が、はい、昭和になると軍備や厳重打破を掲げる勢力が政力発言力を強めていった。 で謝ってるものですまずですね、はい、あ、陸軍省、国防の本義とその強化の提唱というパンフレット、結構有名ですね、えー、かつて早稲田なんか俺こ、書かせてますから、立教でも出てましたよ、書かせるの、答えは丸、E、貴族院、菊池武雄、はい、憲法学説を批判、丸、う、斉藤内閣国対名調声明答えはおかしいですね、これです。 えこれが、はい、岡田内閣です。はい、答えはうです、誤っているものです。はい、えー、広田軍部大臣現役部活生復活期待一期日本改造法案、特に問題ないでしょう。はい、では問いの九です。憲法改正で、その後が憲法問題調査委員会、はいまあ、そのあたりかな、もうめんどくさいから全部セットで見てしまいます。では問いの九からいきます。 はい、まずですね、<coughs> GHQ が憲法改正を支持したのは、ハラ内閣に対してであったと。はい、ハラ内閣に対して、はい、丸、憲法問題調査委員会を支持した憲法改正要項、丸、う、法権的身分制度の排除を含む3つの原則を踏まえて、いいですか、GHQ は、よく見てください、GHQ は、はい、GHQ はと聞いて GHQ は。 憲法改正草案、項を作成した。はい実はね、これ、出題ミスだと思われます。これ、バスです。理由は後で述べます。絵ですが、憲法改正の草案作成、大塚久男ら憲法研究会、はい、大塚久男はね、経済学者から関係ないですね。で、まず、絵は絶対だから答えです。で、尾はベアテシロとは覚えた方がいいですこれ丸です。 たら、うもバスだから、これは出題ミスです。絶対に出題ミスなんです。まあ、あは絶あごめん、えはまず絶対に、えー、これ、えー、答えです。でも、うも疑惑が出るんですね。では、なぜか。じゃあ、ちょっとよく見てください。この文章は、GHQ は帝国憲法改正要案総合を作成したと書いてますね。では、ちょうど該当する文を用語集で見てみましょう。ドン。この用語集にこう書いてあります。はい、見てください。 えー、て政府はこれをもとに帝国憲法改正草案要綱発表と書いてありますね、えー。ここからです、マッカーサー三原則は原種、えー、戦争法法、家族の戦力、政治権力の否定を踏まえ作成、政府はこれをもとに。だからあくまで政府が作ったんですよね。これだと GHQ は帝国憲法改正草案要綱、これ絶対違いますよね。はい だから、ちょっとこれ微妙かなと思いますよね。はい。だから、一応ですね、答えは絵です。でも、うも怪しいいうことになります。うも怪しいってことになりますよ。だから、下手したら、えー、A、とと、両方回答を複数回が出るから、出題ミスということで、全員正解で出すかもしれません。ただ、作成者としては、え、なんでしょうね。一応、うについては、こういうふうに言うかもしれません。ここには、はい。 えー、政府はこれをもとに発表。発表だから、ほら、作成ってここに書いてあるじゃないかって書いてあるが、この作成した時は、帝国憲法改正草案要項という名前ではないんですね。で、今回、そういう名前にしたのは少なくとも、やはり政府ですから。マッカーサー三原則っていうものですかね、最初、出されいとものは。だから、やはり、うもおかしいと考えていいのではないでしょうか。はい、では、H です。憲法問題調査委員会の、はい。 えー、委員長即答で松本常司の絵、はい。残りは普通の問題です。はい、では、最後の大問です、えー。まずですね、はい、どんどん飛ばします。では、早速、e からいえー、ごめん A からいきます。まず、はい、その防除を入れる対応、何の、はいえー、いろんな生活資源の供給、疫病などの治療、その他です。では、下線部、えー、A から入ります。 えー、疫病予計から始まった宗教語を自動して正しいもの答えはですねはい祇園祭りの絵ですはい、では次ですはい、奈良時代においてはい、空乱などの社会事業はい、奈良時代に社会事業をした人といったらはい、えー、例えば訳の広よう個人その他業行が橋を建ててきた そして公明公合の秘伝院役院ですで、す。まずあらが、施役員は公明公合だから罰×。施役員も公明公合だから×。不正は行儀だが、北山重発見度は認証だから×。A、同じくこれは、えー、後半、特にね、えー、認証だから×。で、秘伝院公明公合、答えおうかな。かは、はい、これ聖徳太子が×。以上で終わり。 はい、では続いてですね、河、え、川、ー、部 B です。はい。まず、大二28年と来てます。はい。大江の乱1399、o 江の外交1416、その頃ですね、すでに1392をもって、将軍を四大将軍に譲ってます。だから今回の、はい。まず、久保というのは、 四大将軍の吉持さんであることは間違いないんです。はい吉持さんですえー、それではですねはいまずですね早速いきます。ああ父の後を継ぐと、はい、将軍に反抗的な鎌倉久保を滅ぼした、はい、こんな事実はないから罰滅ぼしたのは吉祈さんです。 でいいはい、日朝シン貿易は兆候形式を取った答えの批判から貿易を中した、はい、答えはそうです、ね、父親が頭を下げた、嫌だからやめた兆候形式を屈辱的として批判、答えがいいです。うですが、父が譲ってからすぐ2年ほどで死んだこれは、はい、例の吉一さんですね、吉良と書く人で、吉一です。 そして、絵ですが、父の兄の死後、くじ引きで後継に決まったと。これは、はい、吉井さんだから×。えー、吉井です。お、お、これも、はい、吉井でしょうね。赤松に暗殺された。はい、江藤は同じ人物ということになります。はい、では次、河川部 C です。えー、河川部 C ですが、はい、見ていきますと、江戸時代の自学者の問題です。まず、あ、 はいえー、熊沢万山は池田光正に仕えた京都の出身ちょっと難しいがるでしょういい山が祖皇朱子学費は自らの儒学と正学と呼んだる。はいう伊藤仁祭は町人の出身大阪に塾を開いてこの段階で×ですはい伊藤仁祭は京都です それが小小うんですね小義堂答えは「う」です、えー、ちなみに絵ですが「貝原駅、はい。日本本草学の総丸」「荻生空」「古文字学科の学者丸」はい終わりですでは早速戻します、えー、どんどんいきまして「問、はいの号」「鉱山」 では払い下げ関係の問題です。払い下げ関係の問題です。まず A です、えー。高島炭鉱。高島炭鉱ははい。これははい。後藤章二郎。はい。えー、後ち三井です。あごめん後ち三菱です。三菱。はい。伊賀 三井ですね三井三池炭鉱葬儀ですはい続いてですね「う」佐渡金山はいこれ三菱です後藤がツです「え」これが丸でしょう「院内古川」「お」ですが「浅野に払い下げた」がツ。はいこれも古川です ありもね、はい空欄234です、はい、空欄234ですが資料を見たことがあればすぐですまず2がはい153番も154番が12はいということで問いの6問いの6ははい十五。 1512となります。はい、よってですね、はい、うです。はい、問七。7。河川部 E の少々、その前後の時期のくことに関する記述、誤っているものはどれか。まず、えー、あからいきます。はい。 えまずこの証書、この証書って何ですかちょっと資料を見よう、これです。陳主に政治を包帯し、国運の発展を図るの道は、民力の上昇と風紀の振興とになりと。はい、であと選択肢見たら分かりますが、これは戊辰証書。 1 9 0えー、これ、あれですね、千九百八か、はい。よしでですね、さあ、その後です。では、まず、あからいきましょう。この証書は第2次若月内閣にあ、第二次桂内閣にと発分丸。 はい、資料2で言及されている運動これが、はい、地方改良運動です、はい、これは農商務省が中心となって推進はい、ツですもちろん内務省ですはい、答えはだから誤っているものは「い」ですね はい一応ミルクと町村ごとの青年会丸。意外に神社合祀政策っての知らないから覚えておこうね。はい、神社合祀政策です。はい、そして O ですが、帝国在合軍人会はね、早稲田大好き。はい、で、F です。F ですが、50年代から70年代にかけ、大都市で革新首長が登場したと。 はいでは、この時ね、東京都知事に就任したのは誰か、答えは、見延良吉、辰吉の息子ということになりますね。はい、これで全部やりきったのかなはい、全部終わりか、終わりました。意外に簡単でしたね。はいでは、最後に、やはりね、このね、大予言も的中してますしね、かなりの高得点な争いだったのではないかと思います。 えー、まだね、受験はもうちょっと続くと思いますけど、ぜひね、受かったらですね、えー、予備校や塾に報告をしてください。そして、まあ、税教育チャンネルの方にも、何か一言をね、ご報告があるとありがたいです。では、皆さんのね、えー、検討をよろくお許ししています。えー、必ずいいねボタンとチャンネル登録はよろしくお願いしましょう。では、またお会いしましょう。さよなら